さて始めましょうか。ミステリー事件簿マダム・フェイトのカーニバル、本編終わりましたので今日からボーナス章をやっていきます。ゲームプレイ。Thanks to you, the carnival curse is no more, but the curse's power still won't let me rest. You see, Charles Dannimore killed me and trapped my soul as revenge for his father's imprisonment, and I won't be free until the trap is destroyed. Saved the carnival. Now I ask for one more favor. Destroy the trap and set my soul free.私までこのカーニバルみたいに老いぼれに見えなければいいか。カーニバルはまるで100年年を取ったように見える。ちょっとなんかいろいろと様相が変わりましたけど、途中本編でも途中でなんかこんな感じになりましたね。ちょっといろいろまだなんか残ってはいるみたいですけど、本編と全く同じというわけではなさそうです。では行きましょう。あ、猫の像が壊れている。あ、ダーツ、あ、ダーツがある。おお、またなんかボタンがあるな。これ何、これ何。なんかなんだろう。まあいいや。こっちは私の大叔母。いつもこんな風に驚いたような顔をしていたっけ。大叔母って。どういう顔してたんだ。霊廟の中に入れるですね。お、ガラスが割れてます。かけらが足りない、足りてないみたいですね。間違った暗証番号を入れると中身が破壊される。私のムードも。あ、そうなの。破壊されるとかそういうのは聞いたことないな。はい。お、手袋でした。何かと思ったら茶色い手があると思って。昔は良かったな、ドアを開けるのにこんなに苦労しなかった。ドア開けるのに苦労してばっかりだね。これって本編でやったミニゲームのあれだよな。その先が開くようになったっていうことっすか。てかミニゲームってこんなにでかかったんだ。壁一面にあったんだ。そういう感じだったんだ。あ、ウサギが、あ、ここに来れるということはウサギがいる。うわ、いろいろなんか壊れてるけどウサギいた。あ、ウサギが年取ってる。時々もらえる人参に対する情熱は未だ残っている。そうかいな。一気に年取ったね。こいつは世界一年寄りのウサギに違いない。長年おやつをもらっていないんじゃ、もらっていないんじゃないか。まだ人参持ってないからね。よし、人参探しに行こうね。これはなんだ。最後に拳銃を発砲してから しばらく経つな。自転車と同じだといいが。そういう操作もしてたんですね。こういうものを持ってなきゃいけないような操作もしてたわけですね。これなんだろう。私の手はとても繊細なんだ。そうか、手袋か。ていうか常に手袋してなかったか、お前。さあおいで、イシス。ちょっとだけお願いしたいことがあるんだ。はい、イシス行っておいで。
ねえ、マダム・フェイトを救うためだもんね。イシスも頑張るよね。ここは他は赤拳銃か。ここになんかフクロウがいる。お、なんだろうこれは。このフクロウは羽を荒らされて、荒らされたようだ。羽を探さなきゃいけないのか。ここは水槽の中を見ることができない。高すぎる。本編では何気なに口に、ああ、そう、なんか、はしごみたいなのがついてたのか。よし、あ、ここ、射撃場。あ、ダーツの矢。あ、3本いるんだ。おー、では、3本探しに行くでし。こっちも行けるようになってる。あ、マダム・フェイトのマゴン。お、ウサギ。あ、クモ。壊れている。でも修理不能ではなさそうだ。おーい。ん？手を切らないように。あ、はいはい。ガラスをかっ詰めるためにこの手袋あるんだ。今朝、工具箱を持たずに家を出たりするんじゃなかった。マダム・フェイトのタロットカードは、このカーニバルと同じぐらい疲れて見える。石で塞がってる。石は重すぎて動かせない。チェって言ったって。動かせないのか。あ、ワゴンの中。お、ワゴンの中、なんかある。あ、メモだ。前来た時はテーブルの上に箱があった。どこへ行ったんだろう。どうしたんでしょうね。タントスが持って行ったかな。あ、時計もなんかに覆われている。雲。おお。あと2ついるのか。かわいい。お、ここもなんかある。このカードの山から、このカードの山から何枚かカードがなくなっている。あ、そうなんだね。音符のように見える。見える。確かに見える。で、他にできることは、あ、ここももう一個あった。 もう一個あったけど、もう一個足りてないんだよな。これなんだろう。何のレバーだろう。真空管。真空管。なんかいろいろ物をいっぱい、インベントリーの中いっぱいになってるな。おや？メリーゴーランド。何も見えない。見えない。そうか、見えてるぞ。あ、人参だ。電気が消えている。十分見えてるんだが。もしかしてレバーってこれのことかな？これがレバーかな？違うな。違うようだな。レバーはどこのレバーだ？あ、こんなとこになんかある。なんじゃ？ガラスカッター。ブロックを叩き壊すこともできるかもしれないが、それではダメだ。ガラスカッターだから、なんかいる。ここもいるのか。ダイヤル式の電話なんてどうやってかけるのか忘れてしまったかもしれない。に、電話の並びってこうだったかな。こっちが1じゃなかった？1、2、3、4、5、6。じゃなかったっけ？ 1、1。こっちだけ覚えてない。覚えてないっていうか、もうほぼ使ったことがない。電気修理に参ります。捜査官という職業にはいろいろな技術が必要ならしい。あ、これだ。これで取り替えて。電気が通っている。
ゴムじゃダメ。あ、真空管。真空管ははめると止まるのか。マリーナの方には行けないらしいな。ここは、あ、ガラスだ。スノーグローブ。永遠の幸せは成就しなかったようだな。そうね。デイ&ナイトの劇場のミニチュアじゃないか。よくできているな。確かに、ここにガーゴイルいたね。行くのはこれぐらいなのかな、ロケーションは。で、ガラス、鏡、これで、まだかい？おい！おい、回ったりはしないみたいだね。開いた。ああ、マダム・フェイトのタロットカードは昔はもっとカラフルだった。あ、人参。カラフルだった。絵の具がいるのかな。ボールペンじゃないね、サインペンとかマーカーとか。人参だよ、ほれ。はーい。お、F だ。かわいい。F。そういえば、ここに。はい。これと、これか。昔は良かったな。ドア開けるの。もうそんなん、もうさっきそんなこと言ってたね。行き詰まったぞ。ここはもう何もないんだよね。M がどこかにあるはずだ。M を見つけなきゃ。こういうマークとか見ると、アクセサリーのメーカーでネクロマンスっていうのがあって、結構好きだったんですよね。多分アメリカの、まあ日本でいうところのゴシック系というのか、ちょっと不気味系。ネクロマンスですね。好きだったんですけど、ギガンが好きだったのかな。ギガンが好きって、ギガンをモチーフにしたアクセサリーっていうのが結構かっこよかったです。M がない、 M がない。これ羽揃ったのかな。羽、とりあえず羽つけに行ってみるか。あと、まあね、骸骨系ですよね。やっぱりまだ足りないな。どこかに M を置きそ、忘れてるんだよな。まあ、ネクロマンスって考えてれば、名前そのものがネクロマンサーのことですよね。あ、イシス、取ってきて。はしごがあるんだから自分で取ってこいよ、みたいな。あ、かわいい。
なんかね、少しずつね、こっちを見て泣いてくれるようになったような気がするんすよね。あ、はしごも取れた。勘違いかな。取れたよみたいな感じで言ってくれるようになったような気がする。おお、犬は呼べば来るか、魚はおびき寄せる必要がある。そうね、なんか花も咲きそうだね。よし、とにかくあそこ扉開けよう。ここの扉を開けよう。おお、ミニゲームだ。すっごい簡単だったな。嘘だろ。いいのか、それで。あ、マダムフェイトの像だ。ああ、これを取らないといけないんだ。このマークがいるんだね。よっしゃ。ここなんかある。これだね。ああ、ダーツ。もう一つ。でもミニゲームが始まらないっていうことはもう一ついるんだね。ミド。こんな時マリーナがいてくれればよかったのに。これぐらいの高さならイシスなら何のことはない。はい。取ってきてください。あ、置いてくれる。ちょっとアップの顔を見損ねたような気がする。このとこになんか城跡がある。城跡じゃないな。城。おお、これはまためんどくさそうなのがあるぞ。これね。この形とこの形を作ることになるんだけど。まあ、この地道な作業が面白いっては面白い。まあ、これのことは頭何も使わなくていいが ただ並べていきゃいいだけなんで、簡単っちゃ簡単なんですけどね。ヒューズじゃないな。真空管揃ったので、これでどうにかなる？どうにもならんな。これか。お、ついた。開いた。あ、開いたんだ。あー、マリーナのところもね、来れたね。ロケーションが広がるとは思わなかった。先は長いなあ。ドリルビットだ。蓄音機だ。まるで新品みたいだ。おう、蓄音機。この時代って蓄音機とかの時代なんだね。現代ではないっちゃないのか。マリーナのショーはちょっとわざとらしかった。いつも情熱的だった。そうなんだね。割れないガラス。ガラスカッターがいるって、ここにガラスカッターいるんだ。この上はお城。城跡がある。あ、羽だ。とりあえずなんかいろいろ揃ったので行ってみましょう。これはここだろう。オフ。あ、こっちはオフか。電気つきました。か。お、ここがついた。人参だ。あ、ダーツの矢。耳は地面につけてと言ったとき本気じゃなかったんだよ。何の話ですか。あ、もうダーツの矢揃ったし、行ってみましょうかね。よし。もう一個。なんか当たった風に取っていくと、当たらなかったけどな。今度はダーツより大きい武器が必要かもしれない。そういうことね。はい。これで謎のアミュレットが手に入ったので、もしかしてスーパーミニゲームだったかな。これがスーパーミニゲームの始まりだと思うんですけども、はーい。
スーパーミニゲーム、次回にします。はい。では、マダムフェイトを救うまで、イシスと一緒に頑張っていこうと思います。あと、ここでもう、イシスの部屋に行っておかないと、違うところを開いた。イシスのところに行っておかないとって、そういえばお金足りないんじゃない？絶対足りないよね。どこで取り損ねたんだろう。ショック。31か。絶対足りないな。まず、アラジンのランプ。神々のネクター。ほい。そして写真を撮って。お、かわいいなあ。マダムフェイトの人形を抱えてるんだ。あと占いをしてもらって、この猫好きだから、まあ特別イシス好きなんですけど、なんというのかな、このゲーム内にいる魅力っていうのもありますよね。あのこの柄って絶対ありえないですもんね。耳の中にお化粧、もう目の端とかにこうお化粧したような感じの毛になっているっていうね。まあ確かにあの猫の目の端もあのクレオパトララインって言っていうのがありますけどね。そういう感じではない、ね、尻尾の先も輪っかがまあ、あの黒猫もよく見るとあの筋入ってるんですけどね、縞模様が、まあ、基本的に一応ね単色であってもその縞の模様、もともと猫が持っている特徴的な縞の模様っていうのはうっすらとあるっていうのが普通ならしいんですけどね。白猫になるとやっぱその傾向はちょっと出なくなってくるのかな。うちのシフちゃんなんかブルーですけども、まあ尻尾はやっぱしましまが見えますもんね、うっすらと。まあそういった意味ではないんでしょうけど、この尻尾が金色の輪っかが3つあるとか、まあなんかこの重たそうな首輪をつけているところとか、普通の猫とはまた違った可愛さというのかな。まあ何よりも冒険でお手伝いしてくれるし、失礼、ちょっとお昼食べ過ぎたみたいで今になってなんか胃もたれしてる状態になってます。霊廟ですからね。古代エジプトから、エジプトの時代から生きているという、生きているというか、霊体として存在しているっていい、そういう設定がまたいいですよね。なんか猫にはそういう設定が似合うような気がする。かわいいなぁ。はい。このおもちゃを見ると私と一緒にした冒険を思い出すんだろうな。思い出してくれてるといいね。腰で解いて、静電気立つよね。腰で解くと。ということで、では終わりましょうかな、今日は。ボーナスショー結構長くなりそうなんでですね。よいしょ。それでは次回はスーパーミニゲームから始めるということになりますが、終わります。ではでは、また。